おさようなり。こちらもです。今日も楽しくスマブラスペシャルをやっていきたいと思います。今回なんですけど、クッパでビップ行くために必要なことを7個ぐらい紹介していこうかなと思います。まずは基本コンボですね。上投げ。空前。これ簡単ですね。これ。まあ、最悪、こう、空上でもいいですね。ちょっと難易度高いのが、こう、大ジャン空上にするっていうのもあるんですけど、これちょっと難しいので、まあ、できる人はね、この大ジャン食えぬでもいいんですけど、まあ、難しいよって人は、基本は空前空上で締めるのがいいかなと思いますね。まあ、相手の別件にもよるんですけど、基本はこの空前で全部できますね。あとは投げじゃなくて、空N から空前。これも高いですね、27%。空中から空N で差し込んで空前。みたいな感じ。相手のパーセントがそこそこ高いと、こう空N から空5が確定してね、そのまま撃墜まで狙えるっていうこともできますね。これは割とね、こう、中パーセントでも確定するので、上投げコンボと一緒にね、しっかり覚えておく必要ありますね。次はね、立ち回り面の話なんですけど、スカシ NB とスカシ横 B を覚えてほしいですね。これがめちゃめちゃ強い。基本的にクッパってこう、空中攻撃もめちゃめちゃ強いんで、こうやって空中攻撃ブンブンでもいいんですけど、この空中攻撃見せながら、スカシ横 B とかするとね、めちゃめちゃこれ通るんですよね。だんだん相手のガードが緩くなってね、動き出したくなるので、そこをね、こうやって、ジャンプから NB してあげる。そうするとね、30% とか 40% とか稼げるので、めちゃめちゃ強いですね。基本的に普通に空中攻撃を振るのもいいんですけど、うわあえての NB みたいな。こんな感じでね、自分に強い読み合いを仕掛けることができるので、マジで必須ですね、これは。さあ次はガーキャンについてですね。ガーキャンウェビーだけでいいです。こいつはマジでガーキャンウェビーが最強。使われたら終わり。ガーキャンウェビー、ガーキャンウェビー、マジ基本的にこれでいいですね。近かったら、はい、ガーキャンウェビー最強。なるべくガーキャンウェビーが当たった時は相手をね、こう外に出すように操作する。逆に自分がこう崖際でね、ガーキャンウェビーした時は内側に入り込むような感じにすると相手がね、崖際に吹っ飛びますね。はい、ガーキャンウェビー。はい。はい。はい、ガーキャンウェビー。はい、近かったらガーキャンウェビー最強。はい、ガーキャンウェビー。最強ですね、このキャラ。はい、ガーキャンウェビー。相手の攻撃を待って、はい、ガーキャンウェビーするだけ。さあ次はね、崖ブレスを覚えてほしいですね。相手が復帰してくるときに、こうやって崖でね、ブレスをババババババって打つ。これがめちゃめちゃ強いんですよね。たまーにね、こうやって崖ブレスしてるときに当たんないこともあるんですよね。今当たったけど、外出します。崖ブレスが当たんないシチュエーション。これこういうとき。こういうときはすぐね、やめてガード張っちゃえばノーリスクなので、マジで強いですね。崖ブレスの何が強いかっていうと、崖ブレスに引っかかったとき、こういうとき。こういうときに、すぐね、こうやって無敵が切れちゃうので、横強したシフトとか。はい、崖ブレスします。はい、引っかかっちゃったね。ボイーン。マジで強え。次はね、崖狩りについてですね。普通にここら辺で崖ブレスするのもいいんですけど、間に合わないなって時に、これぐらいの位置で崖ブレスするのもめちゃめちゃ強いですね。でも基本的に強い崖狩り方法としては、基本的に崖ブレスして、当たんなかったなって時はガーキャンウェイ。こんな感じでやってあげると強いですね。そのバー上がり、攻撃上がり、回避上がりを見て、ブルルルルってできるので、マジで強いですね。まあ、めちゃめちゃ強い人はね、崖の2フレームとかに、こうやって合わせる人もいるんですけど、スマブラ上手くなってきたなって実感出てきてからね、狙うのがいいかなと思いますね。で、次はね、ぶっ壊し要素についてなんですけど、クッパの下 B って確定で割れるんですよね。で、割ったら、はい、横スマホールド。バイーンってやれば、吹っ飛ばしますし、地上からやってもね、こうやって割れるんですけど、それよりかね、もう、ジャンプして空中からやった方がね、割とね、こうやって成功したりしますね。うらー、バイーン。で、0% ぐらいで割った時、パーセントがね、こうやって横スマホールドしても、パーセントが足りない時あるんですよね。そういう時は、割ったら、崖端に追いやる、ファイアブレスで、ちょっと稼いでから、うらー、バイーンってやれば、吹っ飛ばせますね。これでもいいですね。まあ、レバガチャめっちゃ速い人はね、ちょっとね、効かなかったりするんですけど、まあ、大体の人にはね、当たりますね。うれ、べーん。最後は道連れについてですね。この道連れ、これね、ひどい技なんでね、友達にはあんまやんない方がいいかなと思いますね。これ最強。さようなら、さようなりいい名前してやがる、名前。美味しい31%。 やっぱファイアブレスさ、いかれてるよな、ほんとに。逃がさない。あぶねえ。王冠、王冠あまりにも低リスクすぎるだろ。
あ今の当たんのかよ。おかしいだろ。はい、最強。あっぶね。今ワンチャンね、メテオだったらね、ちょっと戻れなかった可能性もあるな。たけミス。もうガーキャンウェビーが最強なんじゃ。お前てるね。受け身が取れんのんじゃ。うわぁ、王冠しか投げてくれんじゃん、こいつ。バイーン。やっぱりね、バイーンが最強だから、このゲーム。うわぁ。やばい、ザスガーができない。困ったら王冠逮捕。すいませんでした。危ねえ。おおさようなりさようなりや。気持ちいい。飛べフライフライ。日向翔陽。あー、美味しいね。美味しい。おっ、まだ突っ込んでくれ。気持ちいいね、それね。神ゲーだ。もう文句は言わせないよ。テリーだって DLC だもん。美味しい。あー、美味しいや。美味しい、美味しい。ジャスがむずいよな、これ。ガーキャンウェビーが最強ってはっきり分かんだね。はっきり分かんだね。もう最強ー。ガーキャンウェビーしか勝たんもん。危ねー。ダメー。上から戻りたくなるよな、それな。なんだ。飛びます飛びます。ベッキンがうまいじゃねえか、お前。最強すぎんな、このキャラ。すみませんでした。甘えました。もう盛りまくり。クソ入れ込んだった。ダメー。あ、死んでないのか。バイーン。神キャラすぎる。強え。クッパマジ強えわ。